こんにちは。リニューアルするたびに小さくなっていく定番のお菓子を、自分の体が大きくなったからそう見えるだけなんだと必死に言い聞かせている折り紙パンダです。いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。はじめましての皆さん、ぜひお見知りおきを。このチャンネルではシンプルで可愛らしい作品から、リアルで複雑な造形のかっこいい作品まで、いろいろな折り紙作品を動画で分かりやすくご紹介しています。折り紙に興味のない方にも楽しんでいただける内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、紹介する作品については、作者の方への敬意、創作品における著作権保護などの観点から折り方の詳しい解説を省略しております。ご理解のほどよろしくお願いします。また概要欄には目次も載せております。お忙しい方は見たいチャプターを選んでご覧ください。さてさて、本日ご紹介するのは、鼻先に1本、頭部に6本の鋭い角を持ち、大きなフリルをまとった迫力満点の魅力的な恐竜、スティラコサウルス、神谷聡さんの作品です。この作品の難易度は5段階表示で6、推奨の折り紙サイズは35センチ以上となっています。皆さん、お手元に折り紙のご用意はできましたか？ではレッツパンダ。はい、それではスティラコサウルス折っていきます。まずは三角方向に折り筋をつけていきます。中心の線に縁を合わせて折り筋をつけていきます。内側を広げて潰すように折っていきます。さらに内側を広げて潰すように折っていきます。こちら側も同様です。この角を支点にして縁をずらすように折っていきます。ついている折り筋で角を折り上げて、裏側のこの交点とこちらの角を結ぶ線で角を斜めに折っていきます。さらに角をつまむように反対側へ折り返します。こちらの角を下へ折り下げながら、裏側の角を引き上げていきます。縁を上に折り上げて、ついている折り筋で内側へ押し込みます。この縁を起こしながら半分に折りたたんでいきます。角をつまむように折りたたんでいきます。反対側も同じです。軽く開いて折り込まれた角を引き出しながら、立体的のまま斜めに段折りをしていきます。そのまま縁を裏側へ折り返していきます。縁を軽く開いて、内側のこの角をずらすように折っていきます。縁を戻して、こちらの角を折り返して、ここに目が現れますね。反対側も同様です。頭部にカーブを描くように山折りの折り筋をつけて、立体的な形にしていきます。6本の角をそれぞれつまむようにして細くしていきます。全体的に形を整えたら、はい、これでスティラコサウルスの完成です。
今回おりましたスティラコサウルス、頭部の造形からトリケラトプスと思われる方も多いと思いますが、こちらはスティラコサウルス。どちらも特徴的なフリルを持つケラトプス科の恐竜なんですが、頭部に生えている角がトリケラトプスは2本であるのに対し、スティラコサウルスは6本というのが大きな違いです。全体的に非常にリアルで、かつ立体的に仕上げられたこの作品、特に頭部の造形はかなりのもので、細部にわたって徹底的にこだわり抜いた作者の執念のようなものを感じます。重量感のある体と迫力のある頭部をすっきりと織り出した直線的な尻尾で綺麗にまとめ上げています。正直かなり難易度の高い作品ですが、完成時の感動はひとしお。それまでの苦労が報われる、そんな作品です。作者の神谷聡さんは1981年生まれ、愛知県名古屋市出身の方です。1999年に当時人気を博していたテレビ番組テレビチャンピオンの第3回折り紙王選手権で優勝、以来同番組で前人未到の5連覇を成し遂げたという化け物のような方です。折り紙に興味のない方でもひょっとしたらご存知かもしれませんね。テレビチャンピオンで一世を風靡した神谷さん、その後も折り紙の知見を深めるためにアメリカ留学をして、現地の折り紙作家さんたちと交流を深めたりと精力的に活動されていらっしゃいます。名実ともに日本を代表する折り紙作家さんの一人です。本日おりましたスティラコサウルス、こちらの新世代至高の折り紙という本に詳しい折り図が載っています。他にも魅力的な作品がたくさん載っている、めちゃくちゃおすすめの一冊です。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひお手に取っていただければと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、ためになった、折り紙を折ってみたくなった、そんな風に感じていただけたら光栄です。皆さんからのご意見やご感想いただけると、今後の動画作りの大きな励みとなりますので、よろしければぜひコメント欄にお寄せください。本日はこれでおしまい。すぐ他人を頼りにする人と、他人から頼られやすい人、より人から愛される性格はどちらだと思いますか？一見、後者のように思われるのですが、実は実は、頼み事をよくする甘えん坊タイプの方が、愛されやすいという研究結果があるそうです。人の弱い部分を見ることで、その人に対する親しみを感じるように、頼ってくる人に対しては自分が必要とされていると感じて、自分の自己効力感を満たしてくれるその人のことが好きになる、そんな深層心理が働くんだそうです。ということで、今後も皆さんにたくさん動画を見ていただけるようお願いをしつつ、今日の動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。折り紙パンダでした。またね。バイバイ。